自由民主党所属の衆議院議員、経済産業副大臣県内閣府副大臣、元内閣府大臣政務官県、復興大臣政務官、元愛知県議会議員、愛知県美西市生まれ、下郡東浦町で育つ、東海学園東海高等学校卒業、1980年3月、青山学院大学経済学部卒業、同年4月、 海部都市記衆議院議員の秘書となる。1989年7月24日、宇野宗介首相が参院選惨敗の責任を取り、辞意を表明。自民党最大派閥の竹下派は、自派候補の擁立を見送り、河本派の海部を担ぐ道を選ぶ。同年8月8日に行われた自民党総裁選挙で海部が当選。内閣発足後、 長坂は、総理大臣官邸で、内閣総理大臣秘書を務めることとなった。1991年4月の、愛知県議会議員選挙に、千田軍第一選挙区から無所属で立候補するも、自民党現職の日高昇に敗れ落選。1992年2月2日、愛知県議会微細市選挙区の浅野春吉が病死。浅野が、海部都市記の系列に属していたことから、 補選の後継選びは、開封の講演会、美細開封会連合会が軸となって進められた。同連合会は2月20日頃から市内の50代の織物会社社長に出馬を要請。しかし3月4日までに会社社長が断ったため、連合会は3月8日、東浦町に住んでいた長坂の擁立を決めた。美細氏は母親の実家があるところでもあった。 この決定に、系列市議から転入者を候補にするのは、おかしいとの声が続き、一時は40代の市議が出馬の構えを見せた。そのため衆議院旧愛知三区全体の開府の後援会幹部は反対者に状況を進め、3月9日に市議らは開府と面談。ようやく歩行を収めた。長坂は3月10日に住所を同市三条号東富士に移し、 告示日前日の3月12日、自民党からも公認を受けた。同日、織物販売会社社長の庭正蔵が、無投票は好ましくないと急遽出馬の意向を表明した。3月13日の出陣式で、回復系の森秀夫市長は、よそ者に対する閉鎖的な風土があるとすれば除去したいと述べ、長坂支援をアピールした。有権者の半数が、 甘党と言われ、保守系、死に18人のうち15人は、海復系という微細医師において、当選は盤石かと思われたが、3月20日に、海婦が応援演説を行った会場では1100用意した、椅子のうち300は空席というありえない光景が見られた。補選は3月22日に実施され、長坂は594票の勝者で敗れ落選した。 投票率は36.04%で過去最低を記録した1983年4月の県議選、微細市選挙区の40.85%を4.81ポイント下回った。1994年4月4日には肖像が病死。同年5月22日に行われた愛知県議会議員補欠選挙に自民党公認で立候補し初当選した。 同年6月29日に行われた主犯指名で自民党総裁の河野洋平が社会党の村山、富市に投票することを決めると、海部はこれを拒否して自民党を離党。そして非自民、社会、先駆けの主犯候補に擁立され落選した。同年9月28日、小沢一郎の指導による新党準備会が発足。小沢はここでも、 実質的な権力掌握を目指し、当主、海部都市記、幹事長、小沢一郎という絵を描いた。11月末、海部が微細市議会の自派の市議団、市政クラブ11人に、そろそろ決断を、と自民党離党を迫ると、市政クラブは、市議も県議も自民に残る。長坂県議は、来春の統一地方選で、自民公認で出ると返答した。海部は離党の際、 地元に一言も相談しなかったという感情的なこじれも表面化し、12月10日の新進党旗上げを前に、開封は苦しい立場に追い込まれた。こうした影響もあり、自民党からの離党の是非で悩んでいたが、1995年の県議選では自民党公認で立候補し、無投票により再選した。2011年の県議選は、市宮市及び、 ハグリンん選挙区と微細市選挙区が統合されて、市宮市選挙区となった。この選挙で自民党は長坂、岩村進路、吉田正と栗田博士の4人の現職に公認を出すが、栗田のみが落選。長坂は通算6期目の当選を果たす。自民党愛知県連青年局長、県議団長、県連幹事長などを務めた。 2011年12月16日、衆院選、愛知九区に立候補する意思を固める。2012年1月18日、自民党本部は愛知九区支部長を長坂に決定。同年11月30日、県議を辞職。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に愛知九区から立候補。民主党現職の岡本光則。 元総務官僚の中野正康ら4人の候補者を破り、初当選した。2014年、第47回衆議院議員総選挙で再選。前回比例へ復活できなかった岡本を再び、退けるも、岡本は比例区で復活当選を果たした。2017年3月8日に、菅義偉内閣官房長官から厳重注意を受けた。 内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官の無退俊介は翌9日に辞表を提出した。無退の公認として長坂は3月10日付で同政務官に就任した。同年8月10日発足の第3次安倍第3次改造内閣で留任。同年10月の第48回衆議院議員総選挙で参戦。同年11月第4次安倍内閣で 内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官に再任。2020年9月18日、関心内閣で経済産業副大臣兼内閣府副大臣に就任。ありがとうございます。